10機の機動隊のうち9機の機動隊が派遣されていることが報道されております。大変だ。まさに琉球諸君の再来と言わねばなりません。よし、沖縄が総理かけて県知事に結集をして反対をする県民の意向、思いを権力の力でねじ伏せる安倍内閣の暴力的運営が明らかになっております。警視庁の機動隊で聞かないんだったら次は自衛隊を送るでしょう。武装した自衛隊を県民に送りつけるんでしょう。しかし皆さん、私たちは昨年の8月16日あの辺野古海域に結集した25ミリ機関砲を満載した海上保安庁の巡視船に怯えることなく勇敢果敢に立ち向かい海を守った。その誇り高い戦いをやり抜いて今機動隊の全面的な殺殺弾圧に向かい合っています。対峙しております。昨年の海の戦いを踏まえれば陸上でこれ式100、200の機動隊に負けるはずはありません。必ずや奴らをギャフンと言わせましょう。沖縄にはとても勝てない。機動隊の総理かけても沖縄の戦いを潰すわけにはいかない。できない。できないよ。そういうことを彼らから安倍のクソったれに伝えてもらおうじゃありませんか。そんなことでくじけるような沖縄だったら70年戦い続けるか、バカ野郎。私たちはこの間頑張ってきた。そして今最後の戦いで勝利しようとしてます。この戦いに勝てばそして全国が勇気づいて絶対戦争国会の道は許さない。全国の仲間が奮い立つでしょう。安倍内閣の暴走する軍国政治への道を止めることもできるでしょう。どうぞここで頑張ろう。よし。そして全国の仲間の皆さん、国会での戦いご苦労さん、そして次なる戦い辺野古現地へ結集してください。ここで戦いましょう。時は今、時は辺野古、今は辺野古でしょう。この戦いに勝利しましょう。よし。そして雨の暴走を止めましょう。よし。全国で結集をして力を合わせてこのような蛮行、およそ民主主義というものの仮面を全部剥がした権力の暴力、ありったけの暴力を突っ込んだ辺野古の戦い、我々はそのことに負けない。彼らの暴力に負けない。そして未来を切り開く。未来は我々のものだ。野党のものじゃないぞ。権力のものじゃないことを示してやろうじゃないか。頑張りたいと思います。よし。そうして組んで歌います。よし。そうで組んで。